ワクワク。うすごいな、なんかツヤツヤ。派遣してもそこにおるもんな。その辺は反映されないのね。よし。今日はどこでお宝探しするじゃあ、セナック火山島行きますか。てか、ゲットした旗はどうなるんやろ。ねえ。あれは、拠点に飾るんじゃないの？別にお宝としても回収されんかったけど。さあさあ、余裕でできたよ。鑑定価格で100万ゴールド以上。いや、簡単に手に入ります。確かに手に入れちまってるじゃねえか。俺様はまだだ。よってこの勝負はそっちの勝ちだ。負けちまったのは悔しいが仕方ねえ。約束通りお宝をくれてやる。こいつを受け取っといてくれ。マヤはニャゴスから報酬を受け取った。かわいい。ギンギーラダンのテント。ギンギーラダンが使っているテントの模型。持ち運びやすさが重視されている。模型。なんかさ、ミニチュアの街みたいなの作りたいんやけど。こういうの集まるんやけんさ、そういうのもできたらいいのんな。普通に回収されていくだけやろ、これも。そういう要素欲しくない？まだまだ勝負は終わらねえぜ。次も付き合ってくれよな、マイハニー。どうもどうも。まだあるの？勝負してくれ。よく来てくれたマイハニー。また俺様と勝負してくれ。お宝探し勝負だ。もちろん受けてくれるよな。まあまあ。ありがたい。でもなんか今回200万とか上がりそうな気がする。どうだ？品質が天下一品のお宝を先に3つ手に入れた方が勝ちにする？一回も手に入れたことないけどそんなの。今度こそマイハニーに勝ってお宝ハンターの格を上げてみせる。まあ、じゃあこれは、あれやね。そのうち集まれば報告って感じか。よーい。準備はいいな。では、用意スタート。無理だろ。それはもう無理だろ。天下一品なんかいうのがあるんや。備品が一番かなって思いよった。あ、なんかお宝ゲットできそう。どの辺？この辺のちょっと壊しとこ。あ、なんか宝箱から離れたっぽいね。こっち？こっちなのね。この辺とかかな。こっちの方とかじゃない？違うかな。こっちの方とか？ん？なくなったっぽい。どこ？こっちなのか。その辺？この柵のあたり？いや、でも赤くなってないんよな。下かな、この。よっ。ちょ、飛んでいこう。あの辺のさ、焚き火とかがあるあたりどうよ。この辺、この辺。どうすか、この辺。もうちょい早く降りていただきたいんだけど。あれ？宝箱。どこだどこだ？こっちの方。この岩場のあたりか？あ、近い近い近い。この辺とかじゃない？あれ違うんか。どの辺だ？この辺。いや、なんか離れたね。こっちか。離れたね。どこだよ。どのあたりだ？全くわからねえ。てか、多くの視界悪すぎやろ。あれはなんだ？どこ？どこ？この辺じゃない？ほら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 、あったあった。イエーイ。ねえ、ゴージャンめっちゃ戦ってんだけど、なんかキラーマと。でも、ゴージャンならいけるか？イエーイ。
あ、ゾウや。しかも今のはなんかすごく見覚えのある感じの。打てるかな。当たった。ねえみんな加勢して、加勢。一人で戦ってるから加勢して。とりあえず一体やっつけた。あはゴーちゃんが。どうだ、クッソスカウトできねえ。なんてこった。今なら復活できる。よいしゃー、ロマンゲージもたまった。あいつは魔王の影。どうよどうよ。寝たんですけど、ちょっとやめてよ。起こして、誰か起こして私を。どう、くっそスカウトできね、全然スカウトできね。待って、あそこになんか落としてるんですけど。妖精の面か。この辺あれだな、もうなんか、もしかしてもうこの島にサブクエなくなった？え？感じかな。何の表示もないよね。駅あれやろ？帰ろ帰ろ。さあ帰ります。あ、拠点へ帰ります。もう一気にここね、サブクエがなくなったね。めちゃくちゃ数字なかった？帰って鑑定する。天下一品いつ手に入るかな。ただいまーす。永遠に無理な気すらするんやけど。早速お宝を鑑定しに行きましょう。イエーイ、ワク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 。すごいな、なんかツヤツヤ。ドルマゲスの像。ドルマゲスってめちゃくちゃなんかどこかの世界の強そうなモンスターの像。キャラ濃いよね。うわ、ツヤツヤ。ヘルクラウダーの像。ヘルクラウダー、どこかの世界の強そうなモンスターの像。ヘルクラウダーはなんかあれかな、ドラクエ9とかのイメージかな。違うっけ。まだ手元には未鑑定の特別なお宝が残っている。テントやテント、ギンギーラ団の。ほらかわいい。いいじゃん。ギンギーラ団のテント199万やって。お、200万超える。229万。頑張りましょう。あ、これでどうよ。付属です。お、行ったんやない。ほら、今ランク5のそこそこお宝ハンター団で、そこからのランク6一発お宝ハンター団。またもやランクが上がりましたね。ついについになんかちょっと立派な感じになってきたよ、称号が。マヤさんお疲れ様です。かなりお宝が集まってきましたね。 おそうです、流玉の迷宮で発掘作業中の親方さんから連絡がありました。地下へと続く階段が見つかったそうです。すぐにそちらへ行ってみてください。前は流玉の迷宮の発掘現場へ向かった。あ、そういえば奥でなんかしよったね。こっちにもなんかあるみたいな。そっちへの道ができたってこと？あ、来た来た神。発掘の成果があったみたいだな。何か見つかったって聞いて飛んできたぞ。うえ？え？めちゃくちゃなんか広大な敷地が広がっているんだが、さらなる地下につながる階段のようね。やはりこの迷宮にはまだ先があるんだわ。こんなの数日で掘れんくない？数ヶ月、なんなら数年単位じゃないの。この下からもお宝の気配を感じるの。調査してみましょう。しかも砂とかそういうかけらも何もなく、めちゃくちゃ綺麗に掃除までされて、流玉の迷宮の地下2階に行けるようになった。ブブ、掘ってる時に宝箱が出てきたんだって。早速開けてみるといいブ。
また次のあれお宝のヒントかな。あの石板だわ。こういう風に見つかることもあるのね。読んでみるわね。うんうん。竜の爪、若草に満ちる島の果ての器の中、強者がさまよう風切りの草原を駆け抜けよ。若草に満ちる島、風切りの草原、スバイザ草原島ってことよね。なるほど、次はそこか。今の情報は爪の竜石のようだわ。わしはツバイザ草原島を指していそうね。ふんふん。強者がさまよう、強者ね、強者じゃなくて風切りの草原を駆け抜けよ。というのはどういうことだぶ。草原島に風切りの草原ってところがあるのかしら。地図を見て確認してみましょう。なるほどだぶ。でも強者がいるみたいだし、ゆっくりと探すのは危険そうだぶ。そうね、駆け抜けよっていうくらいだし、ダッシュできる仲間を連れていくといいかもね。おう、外したよ迷宮の石板3、爪の竜石について書かれた不思議な石板。竜の爪、若草に満ちる島の果ての器の中。島の果ての器の中。強者がさまよう、つわものがさまよう、風切りの草原を駆け抜けよ。ふんふん。まあ、要はこの島がある、卵の殻みたいな場所があるってことやね。クエスト、疾風の爪の情報を手に入れた。冒険の目的に設定しますか。はい。疾風の爪を目的に設定しました。地図やフィールドでは黄色の印で表示されます。え、もしかしてさ、あれなんじゃない？私が、ツバイザ草原島？あのなんか、ニャゴスがおったところでさ、なんか近くに卵の殻みたいなのあったやん。あの中ってことではない？かもしれんよね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねってことで、なんか竜玉の迷宮地下2階に行けるようになったけん、次回はまずそこの迷宮にチャレンジしてからツバイザ草原島に行ってみよっか。